人類が初めて経験した大規模な宇宙空間での戦争が、地球連邦政府とジオン公国のものだった。一年戦争と呼ばれるその戦いから7年、アースノイドとスペースノイドとの確執は未だくすぶり、人々の魂も地球の重力から解放されていなかった。くすぶりはやがて豪華へ。それは歴史の必然であったのだろうか。戦いの勝者となった連邦の傲慢は歪みとなって歴史の表面へとにじみ出し、地球圏の平和維持という名のもとに連邦軍エリート部隊ティターンズが結成される。アースノイドのみで構成されたジオン残党狩りを名目とするティターンズの真の目的、それは地球至上主義のもとに行われるスペースノイドの弾圧であった。この愚行に不信感をあらわにしたスペースノイドたちは反連邦組織エウーゴを結成。スペースノイドへの弾圧に武力での対立を示した。反目は反目を呼び、憎悪を呼び起こし、そして血で血を洗う抗争へと発展していく。愚行というにはあまりにも愚かな争い。人類は一年戦争を経てなおも過ちを繰り返す。時に宇宙世紀0087、3月、人類に二度目の闇が降りかかろうとしていた。星を継ぐ者。
最低限の任務は完了させる。エグの目、無事に出られると思うな。ここでお前を逃がしたらティターンズの面目が立たないんだよ。貴様、ティターンズがどうしたって言うんだよ。ごときにスターズの俺がやられるかよ。証拠にもなく貴様のような者がいるから戦いは終わらないんだ。落ちろ。ティターンズは許せないんだよ。これ以上抵抗するのなら容赦はしない。死ね。そろそろ邪魔者にはご退場願おう。
誇りもなく。邪魔はさせんぞ。これ以上好き勝手やらせるか。いい攻撃をするじゃないか。無駄な抵抗をする。実力をもってすれば貴様ごとき。やったな。あ、食いしばれ。お前のようなやつは修正してやる。気にさせるか。臭いハエがいるようだな。遅い。ずらせるな。ここからが本番ってね。覚悟しな。一応ベテランなんだぜ。無駄だ。やらせはせんよ。敵意を出しすぎている。
憤りを捨てれば人は分かり合えるのに。好きにさせるか。逃げ回るがいい。強いだったな。もっと逃がすかっての。出社は無理難題をおっしゃる。やってみるぞ。暇などない。遅いぞ。力攻めで落とせる相手ではないということか。もらった。直撃コース。遅くされたか。調子に乗っていられるのは今のうちだ。遅い。邪魔されるわけにはいかない。確かカミーユとか言ったな。女みたいな名前をしてよくもまあ抜け抜けと。
女じゃない。好きにしやがって。えい、コロニー内でよくも。予測できない相手のようだ。そういう相手が一番怖い。
爆弾もろとも消えてなくなれ。三号機
母さん、母さんかい。まだおっぱいが恋しい年頃だったんだな。そうやすやすとやられるわけにはいかない。好きにさせるか。邪魔なんだよ貴様は。こっちにも引けない理由があるんだね。悪いことは言わない。ここらで引いちゃくれないか。戦う覚悟があるのか。悪いな。俺は手加減というものを知らないんだ。これでどうだ。何としても持たせろ。敵を近づけるな。攻撃準備急げ。河川が散漫だぞ。もっと密度を上げろ。やられるかよ。敵を挟み込むように展開してください。甘いな。
人殺しが。やってみな、やれるもんならな。俺にとっちゃお前さんも蹴落としてきた。貴様のようなものがいるから戦いは終わらないんだ。貴様、特別に教えてやるよ、本当の戦いってやつちょうどいい。何としても持たせろ。そんな奴らに手間取ってるとはね。チタンズとかって偉そうなだけでさ。
様ごときに。戦場じゃ自分を見失った方が負けるのさ。やつは化け物か。バカだ、この俺がこんなところで。なんだと、こんなことが。私を行かせてくれないのなら落とすしかないだろう。Me.
甘いね。迂闊に前に出すぎだよ。この状況下で一番効果的なのはこれだ。あんたには悪いがもらったよ。やらせるわけには。逃げるなら今のうちだぜ。命を無駄にするなよ。もらったら直撃コース。やってくれるね。そう簡単にやられてやるわけにもいかないんでね。攻撃開始だ。気を抜くなよ。敵だってそんなに甘くはないんだからな。遊びでやってんじゃないんだぞ。バカな。何をやっている。周囲の警戒を強めろ。蹴散らしてやれ。その程度の実力で挑んできたとはな。やられるかよ。戦いの中で迷いは禁物だった。これでどうだ。Thank you.
返したってもう遅いぜ。コースも変更しろ。次も来るぞ。この俺が貴様の時に。バカな。この俺がこんなところで。